砂糖、塩、できた。最後は誰やろ、翔かな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、イルミの館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン、イルミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はことこと村という村で、まあ、桜満開らしいんでお花見を楽しんでいきたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢を取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでことこと村に出発。はい、ことこと村に到着。お、機械2種類かな。夢の世界へようこそ。あなたは今ことことという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のことことの世界をご堪能遊ばせ。よし、ということでこっちがスカートかな、ワンピースとか。お、やね、黄色水玉ワンピース。よき。ってことで着替えまーす。はい。じゃじゃーん。こんな感じでー。いいね、いいね。ここのね、ことこと村の村長たちが食べ物屋さんをオープンしたらしいので、じゃね、こうやって桜を眺めつつ、食べ物屋さんへ向かっていきたいと思います。あれやんね。花より団子というやつだね。私はまさしくそれなんだけれども。はい、とりあえず一軒目の家。だって花見とか行ったらさ、これ純くんじゃない？純くん、どうも。ようこそことこと村へ。よその村から来たんだろ？いい見れるといいね。好きだよ。ありがとう、私も。なんかお花見とか行ったら大体さ、脇の方に屋台とかがあるやん。結構ね、やっぱ、屋台の方に目が行くよね。お。はい、一軒目は、庭先で、ガーデニングを楽しんでるね。お邪魔します。あ、パン屋さんや、パン屋さん。さっきさ、なんかあの、左の方にね、住人さんおったなって思ったんやけど、入ってしまったわ。はい、なんか森の中のパン屋さんって感じやね。そして店員さん。いいね。私もそんな感じの制服で働きたかったよ。かわいい。いいな、いいな。なんかワンピースの制服とかってめっちゃいいよね。いや、私ほんとね、こう、何、食べ物屋さんとか、制服の、まあ今もね、全然コンビニとか制服なんやけど、飲食店とかでもさ、こういう感じのかわいい感じの制服のとこで働いたことないけん、いいなって思う。基本私、ズボンの制服のとこでしか働いたことないもん。はい、左の部屋へ。お、左側はイートインスペースってことやね。いいやん、いいやん。さっきあっちで買ってきた商品をこっちに持ってきて。あ、パンだけじゃないんや。何？カフェも併設されとるってこと？あ、ん？それか。違うね。そういうことやんね、きっと。なるほど、なるほど。ちょっとした食事もできるよっていう。なんか朝、会社に行く前とかに、あ、でもそんな早くから開いとんかな？わからんけど。でも会社行く前とかにさ、こういうちょっとした、ね、食事とかできる場所があったらいいよね。まあでも基本的にあれか、出社前にそんな優雅な時間を送りよる人って現実にはおらんのかな？はい、そして奥の部屋へ。こっちキッチンかな？お、キッチンだね。あ、そして3人のスタッフさんが働きよる。いいね、いいね。あ、ここで、まあ、パン以外のものもいろいろ作って、でもこっちでパンを焼いているわけだね。なるほど。なんかね、昔パン屋さんで働きたいなと思ったこともあったんよね。楽しそうと思って。もう基本的にそういう安直な考えでしかないけど、でもパン作る側はちょっと無理かなーって思ったけん、ちょっと売り子さん側で。私そんな料理がね、そんなできないから。これは小麦粉？小麦粉だね。小麦の絵が描い
であるよね、きっと。うん、多分。やっぱこういうところってあれよね。なんかいいな。なんかいいな。こういう、それぞれさ、ちゃんとマネキンの顔に色々と特徴があったりとかするんよね。この人はメガネつけとったり、この人はちょっとね、鼻が丸かったりだとか。女の子。女の子はやっぱこの制服なんやね。いいね、いいね。この人は多分、ここに多分出来上がった商品が並んであって、で、この女の子はそれを、こう、売り場に並べるっていう。きっとそういう役割の女の子やと思っとる。あっちで取ってきて、このショーケースの中に並べたり、この辺ね、売り場に出したりとか、しようんじゃなかろうか。パン屋さんの焼きたてパンいいよね。はい、右側の部屋へ。お、右側は、ここはテラス？そういう感じかな。こっちでも食事ができるってことかな？ほら、ピクニックセットみたいなのあるし。そしてこっちは、ま、自転車止めとったり、ここはあれかな？スタッフさんの自転車とかかな？お客さんかな？え、結構さ、店の裏側って、このお店の人が自転車止めとったり、車止めとったりとかなんかね、出勤してくるときの。そういうのあるやん。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、普通に自室？やね。なるほど、なるほど。ワンちゃん飼っとる。いいね、いいね、優雅な生活。そして、あれか？やっぱり、ここの店長さんも、普段の私生活からパン派なのか。なるほどね。いや、私は断然ご飯派なの。パンはパンでいいと思うんやけど、パンってなんかね、食事っていうよりも、おやつっていう感覚があるんよね。え、ない？あ、そして読書家なんやね。良き。めっちゃ良き。最近全然本読めてないけんね。ほんと、読みたいなと思って、本は買いよんよ。買いよるのに、ちょっと減っていかないっていう。買うだけ買って山積みになっていく感じ。はい、それじゃあ、地下へ。お、地下は、バスルームだね。こういう広々としたバスルームっていいなって思うけど、でもどうやろう、冬場とかって寒かったりするんかな？それとも全体的になんか暖房が効いたりとかするんかな？ね、おしゃれやなとはすごい思うんやけど。いや、なんか、ね、これぐらいのスペース、このお風呂からトイレぐらいまでのスペースぐらいでちょうどいい。感じなんじゃないかな。私さ、お風呂入るときって、この、浴室の中にバスタオルとか着替えとか全部持って入るんやけど、服は持って入らんけどね。バスタオルとか、そう、あの何？下着とか持って入るんやけど、それって、一般的じゃないんかな？どうなんかな？でもなんか浴室の中でさ、保湿せんかったらあんまり意味ないみたいなこと言うやん。だとしたらなんか浴室内で保湿もして下着まで着た方がなんか完璧に終わるかなみたいな。寒いし。まあ、一番はそこなんやけど。寒いし。ピンクの便器いいね。ピンクの便器ってさ、現実で見たことないんやけどあるんかな？可愛いよね、なんか。トイレに可愛さを求めるかどうかはちょっとよくわからんけど。可愛いよね。あ、こういうとこ落ち着きそう。いいね、アロマの香りで。いや、香り物めちゃくちゃ好きで、最近はね、香水とかでも、石鹸の香りとか、シャンプーの香りとか、そういう感じのがすごい好きなんよね。最近、アクアシャボンの香水買ったんやけど、めっちゃいい匂いするよ。エメラルドソープの香り。はい、それじゃあちょっと外の住人さんに。うお、いたいたいた。どうも。佐藤さん、村長さんやね。いろんなパン焼きたてでーす。私、ミルク系のパンが好き。なんかあるやん、ミルクパン。生地に練り込んであるタイプのやつ。あれがめっちゃ好き。なんか、直接的にクリームが入ってるのは好きじゃない。いいね、こういうところでのんびりと。お花見。こういうさ、なんか、ドラえもんとかでもよく出てくるやん。空き地に土管が積んであるみたいなの。私、ああいう空き地自体あんま見たことなくって。
土管が積んであるところなんか一切見たことないよね。昔はよくある光景やったんかな、ああいうのって。でもなんか見たことないのに、なぜかドラえもんのあのいう街並みってすごい昔懐かしいとか思ってしまうよね。そんな時代私になかったけど。どうも、しおさん。生きのいい鈴木がおすすめだな。もしかしてあれ、佐藤さんって佐藤で、しおくん、しおってこと？そういうこと？違うかな？お邪魔します。お魚？ああ、いいね、いいね。和食屋さんや。私、和食屋さんすごい好き。友達同士で何食べに行きたい？みたいな話になった時に、私はしょっちゅう和食を食べに行きたい。海鮮を食べたいっていう。いや、いいね、いいね。でも海鮮が食べたいって言ったら結構なんか居酒屋系になったりとかするんよね。まあ、美味しければいいんやけど。まあね、飲むか飲まないかは自由だから。とりあえず食べれたら。あー、いいなー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。あ、奥に何気におでんが置いてある。なるほど。あ、お鍋もあるやん。へぇー。しかし私はこの中だったら、いくら丼に行くかな。うん、美味しそう。でも普通に海鮮丼食べに行ってもいくら丼ってなんか高いんよね。他がさ、なんか何百円とかやっても、いくら丼だけ千何本やったりとかするんよね。高級だわ。はい、それじゃあ2階へ。お、あ、なるほど。和食、なんか、メインが魚やったけど、なんか、自分で直接潜って取ってくるんかな。そういうことではないんかな。ね、仕入れの仕方がそういうわけではなく、趣味？趣味がそう、趣味に、趣味。趣味がそういうマリンスポーツ的な感じ？だからこうやって、波の音が聞こえる場所で、和食屋を開いているのね。いいやん、いいやん。マリンスポーツが得意な男子ってめっちゃ爽やかな感じするよね。なんか年中焼けてそうじゃない？肌。はい、それじゃあ地下へ。でもお花見って言うけどあれやね。なんかすでに入り口のところで扇風機回しよったね。あれやっぱ店内はちょっと暑かったりとかするんかな？どうなんやろ？あれってあれじゃない？なんか棒、なんていうん。防波堤あたりとかに置いとるやつじゃない？なんか大量に積まれてあるやつ。なんていうんかちょっとわからんけど。テトラポットやっけ？全然違うかもしれん。全然違うかもしれんけど。違うか。テトラポットって何やった？今ちょっとパッて出てきた言葉を言ってみた。地下はガレージならね、やっぱり、男の子っぽい感じがするよね。お、これはモニュメントとして置いてあるってことかな。ね、船の火事。佐藤、塩、できた。最後は誰やろ、翔かな。翔くんとかじゃない？お醤油ってことで。違う？違うかな。女の子やったら？え、女の子やったら何やろ。翔子ちゃんとかもあるかも。わからん。あ、でもなんか、和風な感じやね、ここも。あ、多分そうやね。これなんやろ。抹茶ソフトクリーム。私は絶対食べれんやつやけん、ちょっと、この中でぐらい食べてみようか。ちょっと待って。先に持っておかないと。抹茶ソフト。よいしょ。バニラと二重になっとる感じ。あー、焼きだね。この竹と桜のコラボレーションいい感じじゃない？さあ、それじゃあちょっと名前を当てに行きましょうかね。中に、あ、あっこにおる。女の子っぽいね。あー、違った。スーちゃんだった。つきたてのお餅にこだわってます。お、お餅？和菓子とかかな？まあ、なんかね、ぽい感じせん？お邪魔します。桜餅とかや、きっと。おー、おはぎとかそういう感じかな。ふんふんふん。これ月見団子？どうも。話しかけよったもん、ちょっとね。話しかけれない。でもなんか若そうな感じやね。おばあちゃんとかが売りおるんじゃないんや。
ね、逆に新鮮な感じする。和菓子屋さんってやっぱりなんか、おばあちゃんが売り寄るイメージがすごいあるんよね。はい、奥の部屋へ。おー、いいね、いいね、いいね。奥のこの感じ。古き良き。これはミシュン色かと思った。違うんか。なんか、漬け込んどるんかな。おー、そして、趣味の盆栽いいね。一角にちょっとした趣味がわかるようなものも。お、そしてこれやね。つきたてのお餅。なるほど。裏で手作業でつきよんや。私最後にお餅ついたのいつやろう。小学生ぐらいの時かな。多分なんか、イベントで。まあ、そりゃそうよね。家ではそんなないと思うけど。どこかしらに行った時のイベントでお餅つきをした気がする。あの、餅巻きとかはね、結構大きくなってからも参加したりとか、しよったけど、自分がお餅つくのはなかなかね。はい、それじゃあ右側の部屋へ。お、右側は、向こうで買ったものをここで食べれるってことか。お座敷よ、お座敷。私、基本的にさ、家の中でもなんか、正座しとったりすることが多いけんさ、別になんか厳しい家とかじゃなくって、え、なんか、なんやろんね。まあ、畳とかやけんかな。正座で座っとることが多い気がする。いや、リビングには別に全然椅子もあるんやけどね。いや、なんか友達の家とか人の家に行った時に、あ、全然足崩していいよとかって言われることあるけど、別に、あれなんやね。我慢してとか、無理して正座しとるわけではないんよね。自然な感じ。ほい、2階は、居住スペースかな、ここは。やっぱ、こたつといえばみかんよね。いいね、いいね。でも、去年あんまりみかん食べんかったんよね。今年はちょっといっぱい食べたいな。すでになんか果物とかはね、パイナップルとか買っとったりはするんやけど、みかんじゃないんだな、これが。これが。やっぱ植物とか好きなんやね。最近あれやん。なんか、何？なんて言うん？こう、育てる苔とか。なんかそういうのも結構あることない？苔リウムやっけ？なんか忘れたけど。そんな感じのやつ。手軽に育てられる。まあ、でも植物育てるの楽しいよね。結構枯らしてしまったりもするんやけど。さあ、こういう和の雰囲気にものすごく桜は似合ってる。でも今年なんかすごいさ、寒い時期が長かったけん。なんか桜、あっという間に散ったような気がする。ね、ハムスケ。ん？くせ者？違うよ。そのぼーっとした顔を見る限り敵ではなそうだな。ゆっくり遊んでいっていいぞ、ハム。どんな子だったらダメだったんだろう。追い返されたりとかするんかな。うわぁ、やっぱくせ者だよ、みたいな。つら。私の顔はいつもそういう風には見られないからね。大丈夫、大丈夫。待って。広場に行けない。あ、どこから広場に行けるの？こういう時いつも私なんかね、変なところで詰まるんよね。こっちから普通に行けばいいんかな。この辺から行ける？あ、行ける行ける。ほい、ということで、あ、この辺にも持って歩けるやつあったやん、いろいろ。食べ物系？あ、風船、シャボン玉、コーヒー。なるほどね。あ、この抹茶アイスぐらいかと思った。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やっぱ結構飲食店？飲食店とかで働くのって憧れたりとかするよね。厳しそうではあるけど。